はい、夕方5時40分でございます。引き続き、動画をご案内させていただきます。熊谷市を走っております広瀬付近、三ノ宮の歩道橋の交差点過ぎまして、パチンコ屋さん広瀬があるところですね。運動公園前交差点、この先で左側ネギ坊主さんがありました。リサイクルショップ、ここは閉まってしまいました。でオートバイ用品専門店、この右側ムー大陸っていう、まあ、ゲームセンターが昔からあったんですけど、ここももう閉まって何年か経っておりますね。この辺も様変わりしてるかと思います。運動公園前交差点でございます。右方向です。長いですね。ちょっと渡ってみましょう。はい、広瀬歩道橋。広瀬さん、パチンコ屋さん、昔から広瀬さんですよね。思えばなんですけど、まあ、一回立て直して、まあ、結構大きくしてるんですけど、昔の建物、まあ、だいぶ昔ながらのパチンコ屋さんの建物だったんですけど、まあ本当はあの旧145線の方ももうパチンコ屋さん、ちっちゃいあのマルちゃんとかっていうのがあったんですよね。20数年前、まあ20年前もあれはあったと思うんですけど、まあ私も17号沿いのパチンコ屋さんにいたこともあり、競合店調査、他店稼働調査ってことを、まあ、よくやってましたけど、はい、熊谷大橋を渡っております。ここはやっぱり夕方、こっち側からの通行量は少ないですね。向こう側からが、やっぱり向こう側からっていうのは、やっぱり川を渡るための熊谷大橋、さっきの押切橋で、向こう側の荒川橋、どうしてもやっぱり橋を渡らないことには、向こうからこっち、こっちから向こうっていうのがいけないっていうのが当たり前のことかもしれないですけど、やっぱり車の通行量というのは集中しますね。まあこれは致し方ないことなんでしょうけど、まあ空でも飛べない限りは渡れないんですか道路を通る、橋を通るってことになったら、まあ、当たり前のこと言ってんのよって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、それだけ、まあ、橋の数が少ないっていうか、橋を渡らなくちゃいけないための車の数が多いっていうことを、まあ理解していただければなっていうあります。はい、この先ドルチェサポートさん、まあ、昔はあのコンビニだったんですけど、2号店なんですかね、どこでしたっけ、もともとの、1号店の方があったんですよね。深谷の方でしたっけ、これなんかこのそれで卵も、あ、どっかの有名なところの卵をちゃんとっていうか、そこの卵を使ってるってことですよね。卵でした何でしたっけ、はい、ドルチェサポートさんできた当初ちょっと1回なんか利用したかなっていう記憶があります。はい、まあ、お菓子は強いですね。やっぱり人気のある洋菓子なりお菓子は本当に強いと思います。まあ、長年人気を保ってっていうか、親しまれて作っていくの大変なんでしょうけど、遠くの空、若干こう入道雲っぽくなってますかね。まあ雷雲ではないんでしょうけど、雷もそんなに心配することないとは思うんですが、はい、夕刻迫る時間でございますので、まあいつもよりはちょっと説明いろいろなんか昔の懐かしい思い出とかも挟みながら喋っているのは、少しもう気持ちがいろんなことを考えなくて済むっていう部分で、日中の激務の中から解放された部分がありますので、割と私も
して、説明を挟みながら話すことができております。未消神殿、じゃあそこまでにしましょうかね。熊谷広瀬、熊谷市広瀬から熊谷大橋を渡りまして、曲げ地付近、未消神殿交差点までの